皆さん、Hello, it's because my name is Lin and welcome to my video. ということで、今回の動画はなんと、今日、ドラゴンボールのね、ご飯とピッコロのアップデートがあったんですけど、なんとそれと同時に、一人称視点のファイルにアップデートが入りまして、どうやら今ゲーム内で一人称視点を使えるバグがあるらしいので、やっていきたいと思います。ということで、早速やっていきましょう。Let's go!ということで、やり方なんですけど、どうやらこれ世界を救う使わなくちゃいけないらしいんだよね。これで本当に一人称できるの？なんか世界を救うには一人称があるらしいんだよね。で、これで設定で、ここに一人称、あ、これだ、一人称視点カメラオフをこれオンにしたら、これで戻ったらね、なんか普通にバトロワで一人称が使えるらしいんですよ。これでできたらやばくない？まあ、近々おそらく普通に一人称視点が追加される予定なのかな？多分だけど。で、それでファイルがアップデートされて、それと同時にバグで一人称視点が使えちゃってるみたいな感じなのかな？もしこれで本当に使えたら。ってことは今までの一人称バグとはまたちょっと違うんじゃないですか？楽しみですね。はい、ということで、早速やっていきましょうか。フォートナイト。これでバトルバス落ちて降りたらもう一人称視点ってことなのか？どういうこと？もうこの時点でバトルバスの中身が見たいんですけど、僕は。さすがにそんな甘くはいかないか。じゃあ降りまーす !GO! お？え？え？なんかバグってないキャラ。え？え、なにこれなにこれ、つる足を持ってるモーションのまま。なにこれ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 、なんかめっちゃバグってんだけど。なんだこれ、グライダー展開。お、来るぞ。え、逆向いてないグライダー。おい、グライダー、グライダー逆向いてんだけど、グライダーめっちゃ。もしもーし、グライダーさーん、なんでこれ逆向いてるんすか。全然一人称じゃなくね。さて、これで、あれ、武器とか持ったらかな。あれ、おお、なんだなんだなんだ今の。え、なにこれなにこれなにこれ。え、エイムしたら、あ、別に一人、え、どういうこと一人称って。これはもうだって一人称だもんね。一人称じゃないんだけど、なにこれ、チーターみたいな視点。なんだこれ、なにこのバグ、やばすぎるんだけど。あ、でも普通にプレイもできる。なんかちょっと持ち方違くないセミ、こんな持ち方してたっけ。なんかすごい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 、なんだこれ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 。建築してる時とか。みんなみんなみんな、これか一人称視点って。やばやばいやばいやばい。一人称視点じゃん。しかも今までのほら、手とかちゃんと映ってる、足元とか体の中とかも映ってんの。やばくねこれ。いや、この建築モードやばいね。この建築モード一人称視点なの、激アツだな。いや、まだまだ、でもこれはバグだから、何回も言うけど、何回も言いますけど、バグなんで。このままジャンプしたらどうなの。あー、さすがにあれだ。あ、またバグってるわこれ。また飛んでるの、バグってるわ。え、キャラ透明になったんだけど。なになになに、新たなバグ見つけちゃった。俺もしかしてキャラ透明になったんだけど。え、俺もこれもしかしてチーター。敵からしても透明なのかな。ちょっと敵、悪用はしないからさ、敵からしても透明なのか試したくない。あ、ほらほら、なんか映ってんじゃん。映ってなさそうじゃないこれ。見て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 。え、気づいてなくない。あ、気づいて、見えてんのか見えてんのか。なんだなんだ、見えてんのかい。めっちゃ見られてたわ。じゃあ自分だけは透明なのかこれ。透明でも直したいな。一人称俺は見に来たんだよ。さて、気を取り直して、もう次っすか。スカー、スカーやばくない。ちょっと待って、びっくりした。スカーやばくないですかこれ。え、ほぼ完璧じゃん。いや、これは激アツすぎる。さて、一人称でフォートナイトプレイしていく。やば、 FPS や FPS、 やば。他に何の武器は一人称してない。武器によって違うんだねこれ。ミニク、やばいやばいやばい、本当に別ゲーみたいなんだけど。これだけ、おお、すごい、リロード、リロードやば。他に何の武器ある。これは見たよね、違って、スカーがいけて SMG はダメだったよね。え、スカーが今んとこ一番ダントツなんだけど。え、スライディングもやばくないこれ。待って待って待って、スライディングやば、やばいって。ブロー、やば、この一人称楽しすぎるんだけど。本当に別ゲーっぽい感じだね。バーストバースト。アサルト。え、
バースト見えな、何これ、バースト見えないんだけど撃ってるとこ。やっぱまだバグっす、バグってるっすね。ただ一輪射視点はもう近いんじゃない、これ追加されるの。ここまで完成してんだよ、スカーほぼ完成じゃん、こんなリロード含めて。ほらすごい、手とか映ってんの熱いな。今までフォートナイト映ってなかったからね。いろいろなんか一連勝バグみたいなのあったんだよ、今までも。こんなしっかりと自分のキャラが見えるやつはなかったよね。楽しいんだけど。やばい、建築もめっちゃこんな感じだね、建築一連勝。ちゃんと髪とか手とかも映ってるからね、今回。おもろ、おもろいな。一気にまたフォートナイトが面白くなりそう。FPS 好きとかも来るってことだもんね、これは。やばい、撃つのが楽しいっすか、マジで楽しい、別ゲーみたい。うえー、いっと、あぶねー、カメハメハとかどうなんだろうね、これ使ってみるか。せっかくだから盾はいらんな、そしたら一発ずつ撃ってみるか。カメハメハからいきます。いくよー。あー、別に一人称なんないんだね。なるほど、スマッシュもじゃあ一人称なんないのかな。あー、ならないわ、残念。この2つは別に一人称とかで撃てるわけではないということですね。だって車運転は3人称だ。やばいやばいやばい、 COD やん、 COD もこれやば、スライディングしながらこの弓やばいね。まだちょっとやっぱバグりまくってはいるけど、これ絶対楽しいって。フォートナイト一人称来たら、公式が出したらね、絶対楽しいで。アメハー、何、オーマイガーブラ、認証してんのやりにくい、むずっこれ。何も見えん、一輪射視点むずすぎだろということで、今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。激ムズ一輪射視点縛りだったんですけど、なんとかね、まあ、びっくりすることができたので、そうですね、多分近いうちに実装されるんじゃないかな、公式実装がされるとは思うんですけど、まあ、一旦ちょっとバグで遊ばせていただきました。という感じで、今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。この一輪射視点やべえと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。